今日出るなとばいちろ。なんでこの人。この誰やろが好きよ。作曲した人。で、船村徹さん。いいよ、好き。の弟子になりたいってことで、ね、あのあるホテルの、お寿司屋さんかなんかで食事取ってて、のれん取ってあげたらいるんですよ、何人かでね、あもう花粉だからいいやと思って帰ろうと思ったんだけど、まあ、せっかく来たんだからっつってバーッと飛び込んでいって、三重県のどこどこの生まれでこういうもんですっていう挨拶をして、したら、ああそうかい、じゃあ君もなんか一杯飲んでけみたいなこと言われて、ラッキーだったんですよ。息ですね。酔っ払ってたんですよ、先生が。ちょっといい。だからよかった。シラフだったらもう断るんですよ。そうですか。間違いない。船村さんの言葉で忘れられない言葉って何ですか？言葉を大事にしようっていうことはもう本当によく言われたね。歌詞ですか？うん。先生は俺メロディー作る方じゃないですか。はい、作曲家でいらっしゃる。うん。気を大事にっていうことはもう本当に口が酸っぱくなるほど言われましたね。そうですか、うん、いやー、トモさん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございます。それではランキングに戻りましょう。第8位は、カバーのようなライフの子兄弟ぐらいぶっとんか。白馬のルンバか思ったらルンナやった。怖いなのでやめたらそうだな、
800ヤバシってわかる？ん？800ヤバシ。だいぶわかるからね。箸が800あるの？違う違う。よう800ヤチョウとかようかな、うん。江戸のこと800で例えると。あ、昔はデパートのこと百貨店やったろ。であれは100いう数字は多いいろんなものっていう意味だよ、うん、今も千とか万とかあるけど昔の100いうのはすごい量が多いよ、うん、いろんなものがそのとる意味の百貨店、うん、最近こればっかりやがるな船村と、うん、楽しそうな足の歌好き。